はい、シグ類流れ星の違いの話、シグ類流れ星の違いの話、漫画のねシグ類の中で古岩流のね奥義、まあ最高のね技、まあ門外不出、不出と言ったらいいんですかね、まあ簡単には人に教えないというね、そういう奥義があるんですけど、流れ星っていう、まあ技があって、まあ古岩がね、開発したと思われますけども、右手で、独特のね、掴み方をして、で左手でも刃先をね押さえて、で左手の離すとともにこうカタパルトのようにね、刃先が飛んでいくみたいな、はい、だから相手はそのスピードでね負けてしまって切られるみたいな、そういうね独特の技があるんですけども、まあ流れ星っていうね言い方してますけども、このね技がね、まあこの技をめぐるお話とも言えるわけね、シグリはね。それでこの究極の奥義なんで、使い手がね限られていると。それでね、単行本の方を見てもまあわかるんだけども、特にね整理されたのが奥義秘伝書っていう、シグリ奥義秘伝書っていうこう、まとめた本というかね、特集本みたいなコミックが出ていて、このですね、49ページぐらいに流れ星の特集がしてあって、使い手は誰ですよみたいな感じで、古岩と玄之助、藤木玄之助、それから、牛股、はい、師範ですね、師範牛股と、それから、まあ、伊良湖正元、はい、この4人に限られていると。私はね、他の道場に行った独立した皇帝というかね、結局甲賀に切られちゃったんだけども、他の道場をまあ独立で出してる支店みたいな、出してるね甲賀流の支店みたいな出してる、まあかなりのやり手というかね使い手がいて、その3人にも教えてるかなと思ったんだけど、教えてないみたいだね、どうもね、うん。それでね、この奥義秘伝書の中で、詳しく書いてあって、私がね特に着目したのは、4人の使い手がいるんですけども、それぞれねちょっと違うんですよね、はい。特に違うのが、左手のねグリップの仕方、刃先をグーッと押さえ込んで右手でね、こう出そうとするんだけど、刃先で押さえてると。で刃先を緩めると刃先がねポンと飛んでくっていう、そういう技なんですが、まあ、古岩はね中指人差し指で挟み込むように刃先を押さえると、左手ね。だから右手と左手があんまり変わらないわけですよね、その状態が、うん。これがオリジナルと。それから牛股はね、右手の掴みはまあ一緒なんだけど、左手がね薄い紙をね人差し指と親指でつまむみたいな、そういうちょいとつまむみたいなね、独特のやり方になってるわけね。それからね藤木の場合はですね、こう100円ライターをつけるみたいな、親指と人差し指の横みたいなところでこうグリップするような、そういう刃先の持ち方してるわけね。それで伊良湖正元の場合は古岩と全く一緒、ほぼ一緒というね、左手も中指人差し指の間挟み込むみたいな、そういうつかみなんですよね。これ何が言いたいかっていうと、この奥義なんだけども、人によってちょっと個性が出てるというわけですね。それで、ね、伊良湖正元の場合は、これ正元は奥義あげるよって言って結局仕置きだったからね、はい。一句とね、三つしててですね、で、仕置きされてですね、で、なんか毒とかもらわれて、で、目を切られちゃったんでね。
で両目切られたから目が見えなくなったと。これでもうね、武芸家としての、道は断たれるぞみたいな、そういう命こそは取らないけどももう何にもできませんよって。特にねこういう、まあ剣術家としては終わりですよみたいな感じで、まあスポーツ生命を絶たれるわけですね。だけどその瞬間に見た胡巌の流れ星、これ覚えていたんだよね、あの伊奈子星吟は。だから完全のコピーができると。うん、胡巌の流れ星を一回だけね、自分が目を切られる直前に見てるので、それを完コピーして、使ってると。うん、このコピーできる星吟のね才能もすごいんだけども、一回見ただけですからね。だけどまあ、あの星吟の場合は完コピーとほぼ同じ形にしてるわけね、胡巌と。だけど謎なのはね、牛股と玄之助、これ師範と師範代で内弟子ですよね、胡巌流の屋敷に住んでると。胡巌の一応目をかけてる、弟子ということで、で長く住んでるわけね。この二人がね、胡巌と違う形になってるんですよね。右手は当然あの人差し指中指で挟む、共通したね、全員共通してるんだけども、左手の刃先をつまむようなそういうグリップの仕方が胡巌と牛股玄之助で違ってるんだよね。これは完コピではないというわけなんです。制限を完コピしたのに玄之助と牛股は完コピしてないんですね。こんなのありえるのかと、ちょっと矛盾を感じてしまうわけ。特にね、あの牛股もそうだし玄之助も胡巌のこと尊敬してますよね。忠誠心が高いと。じゃあやっぱりコピーだろうと、見て覚えたんだらね、はい、あの伊奈子星吟は見て覚えたので、まあ、盗んだと言ってもいいですけども、見て覚えたんで完コピであると、その形しかできないわけね。だけど玄之助と牛股はこれ見て覚えてないですよね。そうなると胡巌にねこうやるんだよって言って見せられて、それを見れば完コピすればいいわけだから。でも玄之助と牛股はこう見ていないという胡巌のね、流れ星はあの習得の初期では見ていない、自分がね習得する初期の段階では見ていないと。後でね、伊奈子星吟の仕置きの時とかに牛股なんか見てますけども、それは自分がね習得して形を作った後、あ実はこういう風にやるんだったなみたいな感じで答え合わせみたいに見てると思うんだけど、でももう自分のね形にしちゃったんで、もうそれは変えられないと。はい、で胡巌も別に修正する気もないと、左とこうだぞみたいな感じで、実は中指と人差し指なんだぞみたいな感じで、それ言わないっていうんですね。これ何が言いたいかっていうと、見ないで覚えたというかね、完璧なお手本を見ないで自分で何とかしてこの形にたどり着いたという、理由が最もいいんですね。うん、つまり何が言いたいかっていうとですね、この玄之助がこの覚えた時に何をやったかって、とっくり明けをしてますよね。とっくりを胡巌からほいて渡されて、とっくりの腹にね穴が開いてると。で鋭いねこの指で開けた穴なんですね。つまりまあすごいスピードで指をバンと振って、でとっくりの腹に穴を開けるという芸当を胡巌がしたんだよね。でそれでとっくりを渡されて、こうだぞみたいな、ヒントだぞみたいな感じで渡されたと。まあ、胡巌先生曖昧ですけども、この辺りはね、多分牛股にもこういうことやったんじゃないかな。はい、で牛股の方が当然、玄之助よりね早く覚えてますから。でこのねとっくり明けのとっくりを渡された牛股も玄之助もあれみたいな感じで、真似しようと思ってもとっくりなんかこういう形開かないぞみたいな感じで、じゃあ単純に指を早く振るだけじゃダメなのかなみたいなで考えるわけで、結局ですね、この指を振るときにカタパルトみたいに左手で押さえると、まずで一気にパワーを解放してスピードで、ね、とっくり開けるみたいな、
なるほどと、これ剣も一緒だなみたいな感じで、剣先をね、抑えるという、そういう結論に至ったわけ。ただ源之助も牛又も小雁のオリジナルのその構え見てませんよね、そこまでで。だから自分の自己流で剣先を抑える形になってるわけで、牛又は結局髪をつまむような人差し指親指だったし、源之助も100円ライターをつけるような、人差し指親指で押さえてしまったと。でそれでずっと練習して出来上がりましたと。うん。で小雁はそれ見たとしても別に修正もしないということなんですね。はい。で牛又もその習得した後に小雁のね、本家オリジナルの流れ星を見たと思うんだけど、別にそこに寄せていないという、そういうことなんですよね。うん。だからこの奥義のね、こう奥義を教える時のその方法がですね、やっぱあるんだと私はそう想像してるんですね。それはとっくり明けでヒントだけ出すと、ね、小雁が教える時にヒントだけ出すと、で自分でやってみなって言ってできたらそれで終わりと、習得と。うん。でイラコ制限の場合は奥義を教えるよって言って結局教えなかったですよね、仕置きだったから。だからこれは本当の奥義の伝授の仕方じゃなかったと、オリジナルは見せないってことだよね。うん。でまあそれはね、左手のグリップの刃先を剣先を押さえる、まあことでいいと思うんですね。はい。ただ私は謎が深まったのは右手ですよ。右手の剣のね、持ち手の部分を人差し指中指で挟むように、これで居合みたいに抜くわけだよね。はい。で源之助がこれをね習得したのは偶然、冬でねすごい寒くてなんか刺客が襲ってきて、でも間に合わないけど取れる抜くかみたいな感じで、で小刀かなんかをさっと抜いたんだね。そしたら手が凍えててかじかんでて、なんかうまく手が伸びなかったと。で猫みたいにこの人差し指と中指の腹でで引き抜いた、それが予想外のスピードが出て、まあそのね刺客に勝ったわけだけども、これって完璧な偶然ですよね。もう無我夢中でこれ間に合わないだけど抜かなきゃいけないと思って抜いたらそれが正解だったというね。うん。でまあなんていうんですかね、その右手のこのグリップがこのね右手のグリップができてなければ左手を教えてもしょうがないわけだからね。はい。だからこれ右手偶然まあ見つけたというか、うん。で小雁はですね、この藤木が偶然見つけた右手のグリップ、右手のつかみね、これをイラコの仕置きの時見てるんだよね。イラコに奥義を伝授する前に牛又とね源之助と2名とね戦わせると、腕前を見せるっていうね、まあ、そういうまあ嘘なんだけどね、それやらせたわけで、そこで源之助がこのね右手の偶然編み出してグリップを使って木刀でイラコに勝利するわけですけども、これ見てるんだよね小雁は。あ、こいつついに見つけたなみたいな感じで、多分自分で偶然習得したんだろうみたいな感じで、うん、それ使ってるなみたいな感じで、で小雁はその後にとっくり明けのとっくりをね見せて、もうちょっとだからこれヒントで頑張れよみたいな感じで、うん。じゃあ牛又はどうなのかと、私はね牛又も同じような経緯をたどったんではないかと、そう思ってます。わざわざ小雁がね右手はこうやってグリップするんだぞっていうふうに教えないですよね。
だから牛股もですね、なんかこう厳しい練習中になんかもう疲れ疲労困憊でね、手の指が伸びなくてなんか抜いちゃったと。木刀でも何でもいいかな。それがすごいスピード出て、あこれだみたいな感じで、でなんか小川先生にそれが見つかってバレて、お前それあれだぞみたいな、奥義の入り口だぞみたいな感じで、じゃあとっくり明けやって、これヒントだからもうちょっとやってみたいな感じで、で牛股も、これ自己流ではありますけども流れ星に行き着いたと。うん、だから源之助も牛股もですね、こうほぼ自分でこう、到達した流れ星なんだよね。まあ、とっくり明けっていうねヒントポイントはねあるんだけども、でも小雁がねこの右手のグリップつかみをねしてるなっていう弟子を見て、その弟子ははっきり言って才能があるわけですよね。運の要素もあるけども、でも真面目に練習してるからそういうね偶然その右手のつかみを発見してると。じゃあとっくり上げてもいいかなみたいな感じで、そういうシステムなんじゃないかな。つまり小雁はこの型を見せないんだよね。それで弟子たちが半分ぐらいまで到達するのを待ってると。うん、で到達ポイントに来たらとっくり明けを見せて、お前左手はこうなんぞみたいなヒントだぞみたいな感じで、それで習得、自己流でもいいから習得させると、そういうね人なんじゃないかなと思いますね。そのねやり方こそが正しいんだとね、見よう見まねで一回見て覚えてもダメなんだぞと。苦労して自分で発見してね、自己流でもいいからその流れ星の原理をね習得するのがいいんだぞみたいな感じでいうことなんじゃないですかね。ちょっと長くなりますけど、もう少しあるんですが、まあいいでしょう。